準備をするか、それとも誰かと話してリラックスするか。まもなく。わかりました。お二人のこと。と一緒に勝ち進んできたんだね。ここまでちゃんと楽しめた？楽しい。それがこのフェスティバルの意義なんだろうね。いずれにしてもここまで来たからには私たちは一戦を交える必要がある。もちろんエーテル戦線のバトルっていう形でね。準備はいい？ずっとこのバトルを楽しみにしてきたの。私をがっかりさせないように頑張ってね。トパーズ、トパーズ、トパーズ。トパーズのカリスマ性がすごすぎる。でも負けないんだから、うちらもなんか言おう。これでみんなうちらの味方だね。いい勢い。じゃあしっかりと見極めてあげる。君たちがここまで来られたのは運なのか、それとも実力なのかをね。分からせてあげる。元チャンピオンの称号は伊達じゃないってことをね。私も全力を出さないと。Yeah.
ジョバンニさんが保証してくれた通り、君たちは私に喜びと驚きをもたらしてくれるプレイヤーだった。二人の実力には感服したよ。君たちはチャンピオンの称号にふさわしい。いやいや、まだ終わってないでしょ。ジョバンニさんが言ってた名誉に目がくらまないなんてすごいね。その通り、ジョバンニさんの構想だと、この決勝戦はフェスティバルの終わりじゃない。予想外のことでも起きなければ、後で彼から今後の流れを共有するための連絡が行くと思う。でも今は疑問なんて忘れて勝利の余韻に浸るのもいいと思うけど。今回の生還決勝フェスティバルのチャンピオンの座獲得おめでとう。